さらさんって中尊寺って行った、ね、中尊寺って行ったことあるんですか。最初にいた会社で中尊寺前ですけど、年始の初詣は中尊寺だったから行ったんですか。1回だか2回だか行ったような気がしますけどね。まだ生まれて1回か2回しか行ったことない、へえ。これここが弁慶の墓なんですね。そうなんですよ、俺この前知ったんですけど。でよくね、ここだったかな、ここだったか、ここがよくね、昔大型が突っ込むっていうので。え、本当に。そう、人も死んだんじゃないけどな、まあ、明日でね、俺が生まれるはるかに前の話らしいんですけど、これが元の4号線なんで。あ、あ、そうかそうかそうか、これがね。そのたたりじゃないかっていう感じですか。じゃあそういう関係ないと思いますけど、意味合いで全く関係はないと思いますけど。こんなとこに弁慶の墓あるんだと思ってね、うん、そうですよね。コンビニの色とか色もね、看板の色も、うん、全部。その割には人は全然いませんもんね、まあ、この時期はいつもですけどね。ね、シーズンオフだから完全に春から秋にかけてですよ、やっぱ多いのは。この辺のね、お土産物屋さんとか食堂なんかもやめちゃったとこありますからね。このコロナが追い打ちでしょうね。いや、コロナならなきゃなんてことなかったんですけどね。ねえ、全部コロナですね。なんでもコロナ。よいしょ。防火水槽高速道路？いや、無理です。うわー、すげえ。さっきまでの天気何だったの？よく晴れましたね。あったかいですよね。随分溶けましたね。腹も溶けてきた。腹も溶けてきた。